どうも、認知プロファイリング探偵ひまぞれあかねです。助手のなるこです。どうしたんですか？いつもよりシリアスなタイトルですけど。今日はコラボ問題を研究してきた結果、今判明している本当の闇について解説しようと思うんだ。まだ、そんな闇を隠してたんですか？鬼、人手なし、アスナなし。ヘイトスピーチ。今回鍵となるのは、やっぱりヒョウさんなんだ。ヒョウさんの真実が明らかになるのは2月28日じゃないんですか？まだのりこも剥がれてませんし。まあじっくり説明するから聞いておくれよ。まずはおさらいをしよう。令和3年の都庁報告書だと2600万だったが、コラボの帳簿をチェックすると2900万のヒョウさんが出てきた。こうだよね。はい、そうですね。300万増えたんですよね。それが何か？コラボの活動報告書。活動で支援した人数をそれぞれ抜き出すと、こうなります。そしてこちらが東京都庁に提出した2900万円で実施できた支援事業の結果です。相談人数1、アウトリーチ1、一時シェルターおそらく1。あれ、コラボ全体の事業と東京都委託事業プラス300万円自腹の差が、中長期シェルター10人だけ。川崎神奈川のおそらく一時シェルターはそっちからお金もらってましたよね。気づいたね。そう、東京都庁に報告していた若年被害女性支援事業はコラボの活動の 90%、 中長期シェルター10人以内のほとんどを占める。その上限が2900万円と判明したんだよ。これって致命的だよ。コラボの全体活動報告書によると、事業経費と管理費の合計として計上費用に1億982万8745円、およそ1億1000万円弱を計上していますね。でもこの活動の9割、相談件数の 100% と一時保護の 90% を2900万円でできた。残りの中長期保護シェルターに1億1000万円弱から2900万円を引いて8100万円かかった。ぷっぴゃ、各シェルターにでも住んでるの。簡潔な説明どうも。そう、コラボの使ってる費用はさ、都庁に報告してる分は2600万だけど、本当はもっと使ってるからって言ってたけどさ、てっきりそれが9000万とかだと思ってたんだよね。だって共産党と強いつながりがあるコラボ代表2頭夢野さんは、当たり前の日常を手に入れるために221ページでも、本来コラボの活動は2億かかります。よって2億円よこせって言ってるわけだからね。2600万円じゃ全然足りません。本当は2億いるの？とか吠えてたのに、若年被害女性支援事業が2900万円だった。おかしいよね。なんかしれっと5秒くらいでページ見つけましたね。だ、探偵の極意。というわけで、ここについてさらに深掘りしてみよう。僕の野生マーモット秘書が見つけてきたんだが、日本財団を経由して2020年度コラボに4126万が寄付されている。個人が寄付するのは自由じゃないですか。赤い羽共同募金みたいなのじゃないし。2020年度団体寄付1799万2198円、2021年度団体寄付2494万245円、日本財団という団体からの寄付4126万。どこに仕分けたんだ？ぴゃ、ぴゃ、さらに2021年6月のパップスメルマガボル108にこんな恐ろしい記述があった。あの上野千鶴子さんが代表を務めるワンという団体の話さ。そして忘れられない助成金がありました。昨年度当初にいただいたウィメンズアクションネットワークワン様からいただいたコロナ禍対策女性連帯プロジェクトの50万円です。昨年2月から日本を襲っているコロナは瞬く間に広がり、貧困女性たちの生活を直撃しました。そこでパップスでは昨年4月からコロナ禍キャンペーンとして、居所を失った女性たちに相談を呼びかけました。ワンでは特別定額給付金を特に必要としない人たちに寄付を呼びかけて、女性のために活動している団体に助成をしました。特別定額給付金を特に必要としない人たち？お金が必要ない人なんているんですか？随分前に指摘したコラボの2021年活動報告書にある記載、定額給付金を寄付される方が多かった2020年 1.25 億からは半減しました。寄付金の原資が定額給付金だとなぜ知っているのか。やっぱり定額給付金を何らかの方法で吸い上げたんじゃないの？
あくまで可能性の話をするけど、例えばホームレスを抱えてる団体と協力してその人たちの定額給付金を根こそぎ巻き上げるとかさ、寄付しましたよって形にして実質反強制的にとかさ、でなきゃこんな額集まらないよね。でコラボを迂回することで、だって6000万も減るってことはそれくらいの金額を定額給付金で集めてるからだ。あ、ところで全く関係ないけどこれ見て、新聞赤旗。ホームレスの方や外国人の方にも10万よこせ。全く関係ないけど泣いていいですか。まだ終わりじゃないぞ、もう堪忍して。そしてその使い道だが、その答えは令和3年3月の第204回国会会議録にある。共産党の藤野靖文というただの人、令和3年当時は議員の発言をざっくりまとめると、韓国ではこのパスカフェのようなアウトリーチ事業だけで約5000万円の予算をつけているんですと言っています。でっていうって感じだよね。ちなみに今韓国ってそういう NPO とかの不正公金受給が大問題になってるけどね。グローバルファクトハラスメント、あとシェルター運営費というのがあると思うんですが、これを全部足しますと実は2795万円なんですとも言ってるんだけど、いやそんなかからないよ。まずシェルターの方はコラボが買い上げてるんだし、スタッフもついてないよ。だって共産党と強いつながりがあるコラボ代表2頭夢乃さんは、公職選挙法違反を犯してる池内沙織さんとの対談動画で月に1回シェルターを見回りに行ったらって話をしてる。だから月1回見てるだけだよ。5物件で2800万もかかるわけないじゃん。シェルター込みで2900万でできてるのに2800万円かかるは意味不明ですね。国会での発言に戻って、弁護士をどうしても通じてやるんですが、今も手弁当でやっていただいている。これも時給8000円という額で、これはやはり2300万ぐらいかかるんですという発言もあります。すごいね、弁護士代に2020年で2300万円もかかってた。時給8000円でって2875時間だよ。365日休みなしで1日7時間以上弁護士が使えちゃうよ。笑っちゃうね。しかも2020年度の会計報告に2300万なんて計上されてないよ。笑っちゃうね。共産党の議員が国会で2300万円弁護士費用だって証言したのに使ってないんですか。うん。裏帳簿じゃないとありえないじゃないですか。やだ。そもそも票3出てきた時点で感じてたでしょ、裏帳簿の可能性。それは2月28日に出てくるもので、国会の会議録で先に出てくるとか聞いてないんですよ。とにかくわけがわからないんだよね。矛盾がありすぎて合理的につなぎ合わせると裏帳簿があるとしか思えないよ。でそうするとこういう帳簿とは違うところ、例えばグループの弁護士に年間2300万とかガッツンガッツン金が流れてたんじゃないの。でそれは何かグループの他の訴訟案件で使われてたんじゃないの。もう無理です、付き合いきれません。実家に帰らせていただきます。逃げちゃダメだよ。本当に本当にもう何も見たくねえんです。というわけで2月28日が楽しみですね。だって活動全体の9割を占める若年被害女性支援事業にいくら使われてたのかはっきりするんですから。それではまた次回お会いしましょう。